ズバリ皆さんにですね、質問です。無料最終身長測やるべきかやらないべきか。身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただく内容なんですけど、ズバリってことで皆さんにですね、質問ですってことですね。これ今2023年のもう今7月の撮影してますけども、もうね、来月にはですね、もう私のクリニックも、ね、開業して、これで3周年ってことで2020年8月に開業しましたので、あっという間にね、時が過ぎたなっていうところになってきます。まあそんな中ですね、まあね、3周年ということで、やっぱりね、無料最終身長測やるべきかやらないべきか今めちゃくちゃ考えておりますということで、皆さんね、ぜひね、ご意見聞かせていただきたいと思います。まあ過去にもこういったアンケート取らせてもらって、すごく、ね、希望が多かった時はね、やらせていただきましたし、まあね、最近ちょっと昔よりコメントの量が減ってるので、もしかしたら希望する人がね、少ないのかなというふうに思いますので、まあもうその場合はまあやらなくていいのかなというふうに思ってるんだけども、多くの方にね、ぜひやってほしいというコメントをね、たくさんいただければ、そういったことも検討したいなというふうに考えております。まあ、特にですけども、現在ですね、私のクリニックもですね、まあ、少しこう大きくなってきて、私だけではなくて、いわゆるカウンセラーさんの育成も始まってますので、無料最終身長予測に関して言うと、今全部ね、自分でやってたからかなり辛かった部分もあるんだけど、カウンセラーさんが手伝ってくれる部分も、多くなってくると思うので、そういった意味でもそうそうできるんじゃないかなというふうに考えてますので、皆さんにね、アンケートのを取らせていただきたいと思ってますので、ぜひね、やってほしいという方は、ぜひ、ね、コメント欄の方に記載お願いします。それではまた、身長ビヨーン、バイバイ。